デッドオアライブエクストリームヴィーナスバケーション。今日は真面目に働いてくださいね。期待はしてませんけど、バカワンコ。許さないんだから。美咲、お姉ちゃん。元気そうね。一人でバイトだなんて心配してたんだから。もう私子供じゃないよ。あ、私があげたシュシュまだ使ってくれてるんだ。それはいいじゃん、私のなんだから。あ、オーナー。オーナー、このエロワンコ。妹は返してもらいます。あの、お姉ちゃん。美咲、ちょっと先に行ってて。私このオーナーさんと話があるから。じゃあ、美咲ってとてもいい子なんです。あの子すぐ人を信じちゃって、例えばあなたのような変態オーナーでも。何よ、あのいやらしい水着。先ほども言いましたが、美咲は返してもらいます。いいですね。名前？私の？そんなことを聞いてどうするつもりです？可愛いからフェスに出てほしいって？何を考えているんです。私の話聞いていなかったんですか？まったく、バカにも程があります。私にまでそんな還元を。真剣だって、もう。なぎさです、私の名前。いいわ、あなたにも言いたいことはあるでしょうし、そのフェスに出場して必ずあなたの本性を暴きます。そして美咲を返してもらいますから。Chemistry.